ンのツナマヨ和えをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず切り干し大根は水で戻して水気を絞り、食べやすい長さに切ります。人参は3センチの長さの千切りにします。材料 A は汁気を切りましょう。耐熱ボウルに具材を入れて混ぜ合わせ、ラップをして500ワットの電子レンジで3分ほど加熱します。粗熱が取れたら材料 B を加えてよく混ぜ合わせましょう。器に盛り、パセリを散らせば出来上がりです。コーンの甘みとツナマヨが美味しい、子供でも食べやすい味付けですよ。ぜひお試しください。